今夏積極補強が続いているチェルシーが24日、タッド・レンヌから28歳のセネガル代表 GK エド・アール・メンディを獲得したことを発表し、クラブの公式サイトで伝えられている。今シーズンのチェルシーはダゾーンで、いつでもどこでも観視聴。1ヶ月無料お試し実施中、クラブの発表に、ルト、チェルシーは、メンディと2025年までとなる後、契約を締結したという。今後、GK ケパ・アリサバガとウィルフレード・カバジェロとの競争を待っている。クラブの公式サイトを通して、メンディは、僕は、チェルシーに加入できてとても、苦悪している。楽しみなスカッドの一員に、ルコと、フランク・ランパード監督やすべてのスタッフとの仕事は僕の夢だった。チームメイと会うことを楽しみにしているし、スタート待ちきれないとコメントしている。2019年8月にスットランスからレンヌへ移籍したメンデ、昨季は公式戦33試合に出場し、今季はリーグは開幕戦のリール戦でフル出場を果たしてい、チェルシーはこれまでティモ・ベルナー、カイ・ハフェルツ、チアゴ・シウバなど積極、強に動いている。そして、ようやくランパード、ただしが望む、新守護神候補を獲得することができた。両。